外を見たらめっちゃ足だな。風が変わったか。疲労しとるって高見えるよね。そうなの、分かれへん。離れな。俺もなんかこんな感じなギリギリな。おおそのおおけーたけーけーあー頭ほら頭で何をしてるの。あと出たら途中できない。あこれも昨日やあでもピッチングしてる。おいい。珍しく前に帰った。よしよしやつよしよし。よしよし高い。ようなってきたね投げ。海や。お。今なんかに当たったよね。なんか強い。降りへんや。お。お。高っ。ゴマックス出た、はい、出たました。おすげえ。あ、西野さんいい。うちは雪かぶる。あ、いい投げ。やってるから。あの辺をどう見るか。入ったらダメないわ。ない。うん、ブツブツ下がってるの岡田さん。最後だからもうマックスさせ出したいな。まだこうマックス一発出したくない。岡田さん。前回の方がよう上がってたけどね。終わってるな。お願いします。行きます。帰れ。よっしゃー。綺麗。よっしゃよっしゃ。カタパルト上がって。もう続けていきます。あ。なんかいや明日のため絶対肩使え。一投目あれ。だって昨日はずーっとストレッチして。小泉さんとなの。小泉さんとです。それあれやもん。あの木製道やから、先まで木入ってるから。ああ。したいけど。とりあえずちょっと。いいわしゃ。いや。大丈夫ちゃうかみたいな。よくないかったら。あ、いけるいける。はい、行くわ。もう40超えたもん。次には出ないよかな、これが。素晴らしい。赤っ。これがダイソーのダイソー100円ですけど、ここで300円で、こういうパラパラ、肩測る。15分からでしょうか。安野さん、安野さん。映してもらえるの嬉しいわ。行きますよ。はいはい、行きます。もう一枚。これは何の写真
あ、これはフライオフの。いや、あとは知らんっていうやつですよ。あっ、あれ、ちょっと刺された。たっけー。なんだ。あの辺からぎょーっと伸びていって10秒くらい。また負けた。あ、南田のお父さんも、あの、終わってからこっちで言わなかった。